上、未だかつて経験のない大きな戦いが始まるのである。ジョーマンバチマル。私の名前はミナキよ。前回は土偶を仲間にしたけれど、今日は何が現れるのかしら。縄文土器を代表する火炎型土器が現れた。行くぜ、ジョーマンバト。先行、土器の攻撃。火炎型土器の食べ物を見せつける攻撃。うわー、お腹が空いて力が出ないやで。説明しよう。土器は食べ物の貯蔵に使われた。マンモス選手、大ピンチ。マンモスの好きな食べ物はイネ科の植物なため、火炎型時から肉を奪ったところで食べられない。なんだと？すかさず時の攻撃。縄文時、弥生時、どっちが好き？え、あ、え、弥生土器。アホちゃうか？そっち選んだらあかん。説明しよう。縄文土器と弥生土器の見た目の違い。縄文土器は口が広く底が深い縄模様のデザインであるが、弥生土器は実用性重視のシンプルなデザイン。ミナキとマンモスの絆に圧倒されたのか、なんと仲間になれたそうに火炎型土器がこちらを見ている。イエス。今回のまとめ。縄文土器の縄模様は表面に縄を押し付けたり転がしてつけたもの。縄文土器は食料の貯蔵や食べ物の煮炊きに使われた。底が深いデザインのため汁物が蒸発しにくく、煮炊きには最適だった。ドキにドキドキゲットラブ。